ETC の取り付けがありますんでね、配線を通したりなんだりっていう都合上、はい、外していきましょう。まずブレーカーですね。で、そうするとこれは手前にこうバキバキバキという感じで外すんですけど、で、ここまあ通して上にね、持っていこうと思うんですけど、これ外さないと厳しいですからね、このままじゃね。うまいことここからこう通せればね、上の方にいいんですけど、上のカバーから結構距離あるもんね。で、これ外さないとダメですかね、これね。なので、まあ、とりあえずね。で、反対側も外します。反対側はラジエーターも、このいいですか。ラジエーターのあれもあるんでね。こっちは2箇所で止まってるのかな。ね、こう立ちます。1時から約束があるから早くやらないとね。もう1時過ぎてるんですけど。で、これこうはまってんのかな。だからこの辺をまず先に外し、前を先に外した方がいいんじゃないかなと思うんだけど、まあこれで外れるんで、これやりづらいですね。ここに向けて下を先に向いて、ね、で、よし、危ないよね。入れるときはこっち側から入れて、こう最後バチバチって入れるみたいですね。ここがあるからね。で、まあ、これを外す準備になるんですが、内側、これ。ここ全部外せますね、これね。これは外さなくていいかな。ここね、この反対側を。で、あとこれ。ね。で、あとこれ。そして、これかな。これと、あとこれ。で、さらにここ、ここ。これ。ね。これ外します。はい。それをみんな外せば、最後前カバーはバカバカバカバッと外れるという仕組みですね。はい。なので、まずクリップを外しましょう。ね、全部で何個あるかな。まずここね、1、2、3、4、とりあえず6個外します。いよいよ前カバーね。ね、こんな普通は試乗動画でしょ。試乗動画じゃなくて、なんかバラしてる動画だぜって、いらねえよそんなのって思いますよね。バラす方にとってはね、こういう動画があってもいいかな。あと前ね、これね、ここ1箇所外します。で、ここにナットがあるんで、まあ、ナットは最後の方に、最後の方に。で、あとここね、ここ1、2、3、4、それで、これ裏も止まってんじゃないかな。あ、ここ止まってないの、これは。なんか違うの勘違いしてるな。なんつうかな。レーシング S。なんかね、キムコの方にはね、試乗車を
試乗できないのかっつってね、結構あの問い合わせが連日あるらしいんですけど、はい、ね、なんですか、上、品川のね、なんとか本田さんね、あるみたいですね、はい、でもうかなり売れてるらしいんで、最初に入れたね、4色はもうあっという間なくなっちゃったって言ってましたね。いいですね、ね、いっぱい売れたらね。ただそうは言っても、ね、4台とかね、PCX とかだとあっという間に20台、30台売れちゃうらしいですからね。本当に、新型でなっつっただけで。はい、で、これ外れましたね、うん。そしたら今度は前側のこのビス、ね。まあ見方によってはね、昔ながらのスクーターですけど、このデザイン、この作りはね、この止め方とかね。まあこれの方が、安心感あるかな。爪うんぬんとかね、そういうあの、やっぱりネジで止まってるんで、しっかり感というかね。で反対側も同じように外します。これから来る人の部品があると一時なそれが無理にならない、まあ、そんな近くないからね。あとは仕事の都合とか、最初午前中の約束だったんだけど、途中から午後にしてほしいって。あとですね、まだあるんだよ。結構あるんですよ、これ。あとね、すいません、忘れてました。これ、ここと、こっちね、見えてます？あと、ナット。これで外れますね。はい。で、ETC の安定どうしようかな。そう、この間 ETC 買おうと思ったら、高くて、買えなかった。ETC2.0、2つ、2個セットね。買おうと思ったんですけど、びっくりした。1個2万円ぐらい以上するの、新品とほとんど変わらないじゃないですかね。今セットアップしてあるから厳密にはね、うん、あれですけど、やばい、あれはやばい、うん、そうですね、2万、だって消費税もあるしね、なんだか高い。はい、前のね、カバー外すのにだいぶネジを外してきましたが、これはで、これは LED なんで、おそらくね、このカバーを外すってことはそうそうないんじゃないかなと思うんですよ、はい、で、コネクタがあります、ここに1個ね、うん、これが、いわゆるこのヘッドライトのね、コネクタ、これ上は違う、ね、上は違う。そしたら外していきます。外れるか、結構ね、これそんなにじゃないんですよ。ここにちょっと引っかかってるから、これをちょっとね、ずらして、ね、これこうね、ね、ほらね、で、これここにコネクターがあるんで、このコネクターね、これを外します、はい、4ピンの防水コネクターね、これ、まあ、ある意味これ外すの癖があるからね、外す、はい、そしたらもうあと抜くだけなんで、ぶつからないようにね、外れました。どうしよう、どうかどうか。はい、こんな感じでね、
外れましたがいかがでしたでしょうか。ネジはね、いっぱいこんなネジとあのクリップね、こんなにありますから、はい、でやっと両脇下、まず下の両脇外して、それから前ね、いろんな外したんでパワーですよね。でここ入れるときにここがちょっとあのきっちりはまらない、ミスると、ああなんで向けのしだってなっちゃうんでね、まあ、それは気をつけていただくんですけどね、はい、で、コネクタこのこれ1個なんで簡単で、ね、外側に取ってるコネクタは左右をこうのためのどっちかがどっちかに送ってるためのものみたいですけどね、はい、で下はこれずっとこう ETC の配線通して、やる感じですね、はい、どうですか、こうしてスクリーン、純正オプションのスクリーンはちょっと高いですよね、安くしてほしいなっていうか、メーカーでちゃんとあのジャパンでこう設定してくれれば安くなるんじゃないかっていう気がしないのですが、あの価格じゃ売れないでしょう、よほどのことがない時はね、はい、うちの儲けも入っちゃってるからね、まあしょうがないんですけど、ね、うちの儲けはでもほら確保しないわけいかないから、すいません、という感じで、作業をね進めさせていただいておりますので、ちょっとなるべくできれば今日中に終わらせて、ね、終わってますよっつって、ね、明日お渡しできた方がいいんですけど、はい、であともう一台ちょっとあのご注文いただいている車両も実は あるんですけど、そちらはですねちょっとあの注文して入ってきたのがこの間なんですけど、ちょっとですね部品の交換が必要になってしまったので、はい、でそれでちょっと時間かかっちゃうんでお待ちいただく感じなんですよね。 お見えになったな。それではまた。